should be so lucky. Even only 24 hours under your touch, you know I need you so much. I cannot wait to call you and tell you that I landed somewhere and hand you a square of the air. はじめまして、こんばんは、まやと申します。どうぞよろしくお願いします。ここからまやは30分ほどね、ステージゆっくりさせていただきたいと思います。今日も本当に寒い中、貴重なクリスマスを足運んでいただいてありがとうございます。ぜひ最後まで楽しんで帰ってください。1曲目、そんな寒い中から来てくださったので、ちょっと温かい恋の歌をお送りしたいと思います。ください、春のね。恋をして愛してくれてよかった、あなたとでよかったって心から思えるんだ。肝心なとこの男らしさも不器用な優しさも、知っていることはまだあなたのの一部なんだろうけど、全部一時あなたが、あなたが愛しいんだ。でもそんな一時あなたが、あなたが愛しいんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。春の音をお送りしました。ね、今日ね、ほんまはねクリスマス感皆無でお送りしようと思ったんです。今日の話、私、あ、
あれなんです。普段神戸三宮の方で活動を主にしてまして、ストリート路上ライブとか、あとはライブハウスに出たりとか、こうやってバーで歌わせてもらったりとか、いろんな場所で、まあ、週3日4日は少なくとも歌ってるんですけれども、まあ、見事にこの3連休もずっとライブでございまして、もうなんか昨日、おととい金曜日は三宮でストリートしてて、昨日は大阪でストリートしてて、今日はちょっとなんかどうしてもなんか歌いたい気分になって、このライブ前にちょっとストリートして今日来たんですけれども、興味の話ね、見てる人らにしたらもうこんな寒い中ですよ、なんかもうほんまにクリスマスのね、こんな時にアホちゃうかと思われながら多分弾いてるんやろうなと思いながらしてたんですけれども、まあ歌いたいしいいかと思いながらしてます。でそんな風にして、まあ、いろんなとこで歌わせてもらってるんですけれども、こうやってね、あったかいところで歌わせてもらえるのは本当にありがたいですほんまなんかちょっとサンタの格好でもしようかなと思ったんですけど、ね、ライブしてる間に何浮かれとんねんみたいな話になったらちょっと若干嫌かなと思ったんで、まあいつも通りにお送りしております。まやです。どうぞよろしくお願いします。初めての方もたくさんいられるかと思いますけども、どうぞ名前だけでも覚えて帰っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。まや続けた後もうちょっとお送りしていきたいと思うんですけれども、一曲ちょっと切ないラブソングをお送りしたいと思います。ラストフレンド。電話越しの声で何かあったのってすぐに気づいてくれるとことが癖や言い訳嘘に本音どうしたって見抜かれちゃったり、あなたにしか見せれないとこ分かってくれて認めてくれて、優しさ強さ弱さいつだって全部に支えられてきた。本当は誰かじゃなくあなたに愛されたいんだ。そんなこと気づいてた。だけど恋なんかで失えない特別な人だから、どうかこのまませめてこのままずっとくだらなく笑い合える二人でいさせて。愛さないからもう好きだなんて思わないから、 Just a reason。 こんなことお前にしか話せないって、朝まで二人飲み明かしたり、友達だから分かち合える痛みや涙があったり、私にとって守りたいものはきっとそんな二人の今に弱すぎるから、いつまでもそばにいるため他の人を選ぶよ、この想いは見抜かないで、どうかこのまませめてこのまま何でも話せるあなた、だけ言えないことがある、愛さないからもう好きだなんて思わないから、 Just a reason。愛さないからもう好きだなんて思わないから、どうかこのまませめてこのまま何でも話せるあなたにもう一つだけ言えないことがある、愛さないからもう好きだなんて思わないから、どうかこのまませめてこのまま
がとうございます。トゥルーラブ。ありがとうございました。ダストフレンドトゥルラブと続けて2曲お送りしました。ありがとうございます。まあこの時期マヤ何が困るかって言ったら、実はね、私あのさっきチラシ配る、チラシっていうかフライヤーって言えっていつも言われるんですけど、チラシあのフライヤー配らせてもらったかと思うんですけれども、まあ結構たくさん曲を作ってて、もう活動し始めて1年半とかなんですけれども、一応今手持ちの曲で170曲以上とかって持ってるんですけれども、その中に見事に冬の歌がないという、なんでなんかなって、まあよう考えたんですけど、まあね、冬に幸せな思い出がないというのが一番大きいかなと思うんですけれども、まあまあね、クリスマスも大概一人で過ごしております。今日はね、
そんな寂しい話はいらないという話ですけれども、まあ、本当にだから困るんですね。だから結構路上とかでも歌ってるんですけど、その中でもさりげなくこうカバー曲でクリスマスソングを入れたりとかするんですけれども、まあ、それぐらいで本当にもう下手しい夏の歌とか歌ってますからね、冬の間でも、まあ、そんな感じでそうやって前は歌ってるんですけれども、そうそう、で冬といえばじゃないんですけど、ちょっと私仕事なんですけれども、冬のね、あの ステージドリンク、さっきもちょっとお話ししてたんですけど、ステージドリンクってまあこうやってライブするときとか、あの路上とかでまあ飲み物を持っているんですけどね、それがまあ普段はまあ大体水とかね、あんな感じかなって、よう動く人とスポーツドリンクとかあんなんですけど、私今この時期ちょっと発見したんです、いいやつを。あったかいお茶、あったかいお茶を今も今日も持ってきてるんですけどね、それ飲んだらごっついなんか歌うまくなる気がして、今日も歌うまいですか、わかんないですけど、今日も緑茶持って飲んでますんでね、なんか歌うまい気がしてね、今日楽しく歌わせてもらってるんですけれども、まあ路上で今日の話これ持ってってもね、ごっつ冷たなって終わるっていう話なんですけれども、まあ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 しゃあなしで、でもちょっとその気分って大事じゃないですか、なんかこうあったかいお茶飲んだら私は歌が上手くなるんやぞって思い気がして、歌ったらどれだけ届くかっていうのもね、また違うかなと思いながら、昨日路上してる時なんかでもね、その思い込みの話じゃないですけど、あの一緒に合同で知ってるミュージシャンの子としてたんですけど、あの最初とかも全然、まあ、大阪なんか普段全然行かないし、また昼間のねクリスマスイブの昼間ってさっぷいのに、誰もそんな興味の話知らんミュージシャンのね立ち止まって聞きたいっていう心理ってなかなかねないじゃないですか、まあまあ無名のね、うん、しがないミュージシャンが歌っててもっていうとこなんですけど、その中で、まあ、私その路上で CD を販売させてもらったりとかしてたんですけど、してるんですけれども、その中でその子がパッと、まやさんなんか僕、あ男の子なんですけどね、僕次 CD 売れる気にしますみたいなことをこうたまにこうポンポンって言ってくれるんですよ。そしたら言ってくれた、あなんかこううまいこと旅立っていくんですよね毎回。でまたそれを言うてくれへんかったらダメで、でまた言うてもらったらまた旅立って、どんだけ単純やねんと自分でも思ったんですけど、まあ、そんな風にしてね、こう思い込みって大事だなと思いながら、まあ、せっかくねそういうことなんですよ、皆さんぜひ自分この自己暗示ぜひしてみてください。だから今日私はあったかいお茶を飲んでます。歌うまいかな、どうかなまあそんなとこでね、もうここに立って歌ってる時点で歌うまいとか言うなって話ですけどね、すいませんね、まあ、せっかくそうなんです。で CD の話が出たんでちょっとさせてもらいたいなと思うんですけれども、まあ、前は CD4 枚、4枚のうちの2枚を10月の30日に、同時にリリースしたんですけれども、まあ、おかげさまでその新しく出した CD ももう1ヶ月ちょっとで100枚ずつとかって販売させてもらって、おかげさまでこの4枚合わせまして、なんともう一息で1700枚手売り到達しようとしております。今日ねあと9枚ぐらいかな、あと9枚なんです。今日これ初めましての方がこう1枚ずつ持って帰ってくれたら、ここで1700が到達するという記念すべき日なんですけれども、まあまあやそんな押し振りしません、押し売りしません、届いたという方だけでいいです、見るだけでもどうぞ見て帰っていってください。今日30名前持ってきてますんでね、どうぞよかったら見て帰ってください、よろしくお願いします。まあでもね本当にそうやってちょっとでもね多くの方に届ければなって、その本当に CD もね本当数だけが全てじゃないんです、なんかそうやって言った後にあれなんですけど、本当にそう思ってて、やっぱりその1枚が旅立つことでまたその人が誰かと一緒に聞いてくれたら、1700が倍の意味を持つ、また 3人で聞いてくれた3倍の意味を持つっていう意味で、本当に広がって広がって何かこう形で届いてくれれば、誰かの心に届いてくれれば、一人じゃないんやでって思ってもらえればと思って私は音楽を普段してるんですけれども、そういう思いで何かこうほっとした時にもう一息の踏ん張る力になれる歌が歌えればと思ってるので、そういう意味ですごくそのね本当に出会いには感謝してるんですけれども、まあ、そうやってまや歌わせてもらってます。今年1年も本当にそうやって歌わせてもらってきました。そして本当にたくさんの人と出会うことができて、つながることができて、こうしてまや今も歌わせてもらってます。1年半って本当にまだ活動し始めて短い間なんですけれども、すごく本当にねライブの数はまあたくさんそうやって路上合わせてしてるっていうのもあるんですけれども、本当に信じられないような場所でやっぱり出会うことがたくさんできてて、本当に今年もすごい充実した1年やったなって心の底から思えるんですけれども、なんか今年は初めに
私は夢を叶える年にするっていうのを掲げてやったんですね。でその中で、まあ、初めてのワンマンライブっていうのと、あと私がもうずっと尊敬してやまないギタリストの方で、渡辺優さんというんですけれども、その方のサポート私はしていただいて、そのところで出れて、あと、まあ、雲州堂っていうずっと北浜の方でしたかった場所ですることもできて、で、まあ、それが6月やったんですけど、まあ、その6月の時点で夢が叶って、でまた10月もう一度ワンマンをするって掲げて、でまたその6月から10月だったんですけど、次のワンマンがその間に CD を2枚リリースすると、もう誰に言わしてもアホちゃうかと、お前そんな期間で舐めるなと、もう絶対無理やっていろんな人に言われたんですけど、まあ、私ほんまに負けん気の強さだけが売りでございまして、やりきりました見事にっていうこともあったんで、本当にやりたいことはやり尽くして、やれることはやり尽くしてきた1年やと思ってます。本当に来年以降につながる1年やと思って、こうやって本当に歌を歌ってるんですけれども、まあ、本当にね、そういう意味でも出会いつながりっていうのは本当にこうやって道端で歌ってるって私は表現するんですけど、道端で歌ってるミュージシャンとしては本当にそれに支えられてる部分があります。ですのでぜひね、こうやってお会いできたのも何かの縁やと思うので、ぜひまた名前だけでも覚えてもらえて、もし何か気になったなという方いらっしゃったら、さっき配らせてもらったチラシとかね、チェックしてもらって、ホームページとか何かでつながっていただければ嬉しいなって思います。また今日もどうぞよろしくお願いします。まあまあや、何ってよう喋るんです、すいません。でも今のところが一番長いからね、安心してください。もうあんま喋りませんからね、大丈夫大丈夫。まあそんなマヤですけれども、本当に今年一年幸せいっぱいに過ごさせてもらいました。そんなマヤから皆さんにも幸せが降り注ぎますように一曲お送りしたいと思います。よかったら手拍子もらえたら嬉しいです。お聴きください、ハッピーデイ。Oh happy day, oh happy day, joy to the today. 今日は最大のチャンス。気づい
た今日がスタート We can do it now 胸張って自信を奢って Oh happy day, oh happy day 誰だって昨日より今日が Happy day, oh happy day 降り注げ Good time, good time, oh happy dayAgain, happy today. ありがとうございました。手拍子ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まや、あと1曲で最後になりました。もうなんかね、いろんな話いっぱいしたんで、別に特に喋ることはここでもないんですけれども、まやの情報いっぱい載ってます。ぜひ、チラシ持って帰ってもらっても、今、後で見てもらって、できればなと思ってます。なんか文字ばっかりでも嫌やわと思うかもしれないですけれども、まあまあ前の情報ね知ってもらいたいなと思っていろんな風に載せてますので、またよかったら後でその辺うろうろしてます、話しかけてやってください。どうぞよろしくお願いします。今日もねぜひぜひ最後まで楽しんで帰ってください。日曜日のねこんな遅くまでね、遅くにわざわざ寒い中足運んでいただいて本当にありがとうございます。最後1曲は桜という曲をお送りしたいんですけれども、まあ本当にこの時期に桜っていうのが、まあこの曲を私はある女性に送った1曲なんですけれども、まあその人の誕生日がたまたま今日だったということでクリスマスにね生まれたんですけれども、なんかそれも一つの縁かなと思って、なかなかこの曲を最後に歌うっていうことはないんですけれども、今日はこの曲をしっかりと届くように心込めて送りたいなと思って持ってきました。本当にねこういろんな思いがあると思うんですけれども、きっと人は誰も一人じゃないし、誰かに支えられて支えてあげて生きてるもんやと思うし、逆に今が全てでもないって私はすごく考える方で、幸せでも不幸でも悲しくても寂しくても今が全てじゃない、だからこそ明日をもっと良くしていこう、今を後悔なく生きようって思えると思ってます。そんな意味でもね本当にきっと明日が今日より幸せでありますように、この曲をお送りして終わりたいと思います。お聴きください、桜。そっと灯火が消え、訪れた旅立ち、笑って泣いて一緒に歩いてきた道、優しくて温かくて、あほどに思い出すよ、澄み渡る弥生の空、今日も探すその姿、短すぎる時を
切な人の永遠をどこかで信じながら、あなたのいない世界はまだ少し寂しいけど、思い出の場所にはこうしてあなたがいるから、ひらりひらり舞い落ちる散り際の巫女の目焼き付け、桜色こぼれさす光はあなたがくれた心ひとひら、誇り愛する思い方に乗せ、やりきれぬ悲しみと運ぶあなたを思う涙ひとひら、ひらりひらり舞い落ちる散り際の巫女の目焼き付け、ありがとうございました。まやでした。またどこかでお会いしましょう。メリークリスマスでした。ありがとうございました。We were so in tune, not a damn thing was wrong with how I felt about you. We were better together, us two, yeah. So what happened to us from those happy times? 'Cause your attitude's changed, don't feel like mine. Girl, it's such a good thing, karma's gonna come and teach you right. I gotta let go, 'cause I don't wanna fight, just don't need the pain. Why can't we just figure this out? Why you wanna fight, love is gonna fade. Keep pushing me so far away. Girl, what's causing the switch? What's possessing ya? No, I ain't done a damn thing to you, but protect you and love you just like I should. Yeah, yeah. I've lost count of the arguments that we've had. Girl, you twisted ideas I just can't stand. Told you it's a good thing, karma's gonna come round and teach you right. Yeah, yeah. I got to let go, girl. I don't wanna fight, just don't need the pain. Yeah, yeah, yeah. Why can't we just figure this out? To give me back my space so I can love again. Girl, if you feel suffocated, I don't wanna make a show. Girl, I don't want to fight. No, I don't want to.
your eyes open, but you cannot see. Got what you want, do you got what you need? Till one day you see something new. Silent night. Holy night, all is calm, all is planned. Light to the heaven, my silent child. Holy infant, so tender am I, sweet the heavenly and free. Sweet the heavenly free. 皆さんこんばんは、エルースです。ありがとうございます。今日は25日、メリークリスマスということで、本当に今日、の日に来てくださってありがとうございます。今日はですね、ルースの中ではちょっと特別バージョンで、クリスマスの曲を、歌っていきたいと思います。本当はですね、25日ってなんかこう日本では結構24日が週になって、25日ってもういくつ寝るとかかかってたりするから、クリスマスの雰囲気じゃなかった、どうしようと思ってたんですけど、アーティストの皆さんがメリークリスマスですねって言ってあって、あ、よかったと思いながら、ちょっと今日は、クリスマスの曲を、歌っていきたいと思います。次の曲はですね、私のオリジナルになっておりまして、こう雪がしんしんと降るイメージを思って作りました。聞いてください。Angels Revelation。Thank you.
ありがとうございました。次の曲はですね、ちょっと有名な曲で The First Noel という曲を歌いたいと思います。ですね、私事なんですが、昨日、発表会に、行ってきまして、私も歌ってきたんですけど、一緒に出てるメンバーの子たちがですね、1年に1回の発表会でものすごく緊張してものすごく顔真っ赤にしながら、演奏してる姿を見て、なんかこうすごい新鮮な気持ちをいただきまして、なんていうかこう人前で歌うってことは本当にすごい感謝のことなんだなっていうのを、昨日感じてきました。しかも、発表会のメンバーは大体こうメンバーが同じなので、去年出られた方も覚えてるんですけど、すごい成長していたり、もう1年間こう上手くなるために頑張ってきたんだろうなっていう姿を見て、私ももっともっと頑張らないとなっていう、力パワーをもらって今日やってきました。挑戦する心を忘れずに、歌っていきたいと思います。では聴いてください。 The First Noel。
ございます。ですね、ルースは今新しい CD を制作中なのですが、実は、ある方と、一緒に制作しておりまして、一緒に曲を作ったりアレンジをしたりしてるんですね。で、結構こう一緒にアレンジするってミュージシャンの方は分かると思うんですけど、結構難しくて、こう自分がこう思ってるもんっていうのと相手のやつがこう同じ言葉を使ってもこう伝わらなかったりとかするんですけど、その方とはですね、なんかこう初めての感覚っちゃ初めてなんですけど、こう一緒に曲を作ってる上で、何ですかね、こうしたらいいんちゃうかって言ったら、あ、こう相手はそれを思ってなかったんですけど、でもいいねって感じで、なんてこう自分たちの持ってないものをこう出し合ってるけど、でもそれがお互いに気に入るというか、でそれでこうどんどんとこうイメージがお互いに膨らんでいって、すごい自分的にも面白い CD になっていきそうだなって、こう今からすごいワクワクしてるんですね。その CD の曲を、実は来年の1月の19日にネイブさんというところで、その一緒に作っているポールさんという方と、ヤさんという電気チェロの方を交えてライブをしようと思っています。本当にこのライブはまたまた新しいルースの世界観、ポールさんの世界観が醸し出されるライブになると思うので、もしよかったらですね、ぜひ来てくださるととても嬉しいです。チケットも今日も持ってきておりまして、多分2500円ぐらいで販売しておりますので、もしよかったらお声かけてくださると嬉しいです。それとですね、
今年最後ですね、12月31日に、須磨海浜公園で、ライブをさせていただけることになりました。カウントダウンライブになっておりまして、大水槽の横で、歌います。この時は多分あのグランドピアノと、チェロの安さんと、歌います。もしよかったらですね、こちらもおすすめライブですね。通常5時から入るには1000円いるんですが、私は、その1000円のチケットを900円で販売しております。もしよかったらですね、ちょっとお得なので、もう来られる方はカウントダウンも楽しみに来てくださると嬉しいです。それと、忘れていちゃいけないのが、来年初のライブは、ここのボイスさんでやらせていただきます。1月12日に、ここのボイスさんで新年初ライブですかね、やらせていただきますので、そちらも もしよかったらチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでですね、ちょっと脈絡のなくなってしまったんですが、次の曲に移りたいと思います。私の、今までにある CD の中から、Love is という曲を歌いたいと思います。聴いてください。 Love is。
love is patient 受け入れること過去も未来も今もすべてを次の曲の最後になるんですが、本当に今日は来てくださって本当にありがとうございました。今からもですね、本当に素敵な歌声を聴かせてくださいます。どうぞ楽しんでいってください。ちょっと待ってくださいね、はい、では最後にアカペラをしたいと思うんですが、この頃そのクリスマスということでこの曲を歌ってるんですが、昨日はですね声楽の発表会やったんで同じ曲なんですけど歌ってきたんですけど全然違う感じでちょっとこんがらがりそうになりながらも歌ってきました。それでは聴いてください。 Amazing Grace。 Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. 'Twas grace that opened my heart to fear and grace my fears. ありがとうございました。ルースでした。
クリスマス、今日はお越しいただきましてありがとうございます。宮田聡と言います。クリスマスの曲は先ほどルースさんがたくさん歌ってくれたので、のでというか、僕はクリスマスソング歌えないので全部オリジナルで行かせていただこうと思います。ただ、今日ですね、僕の曲の中でもあったかい曲をたくさん持ってきたつもりなので、あったかい気持ちになっていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。1曲目、ちょっと秋の曲なんですけども、聴いてください。ひらりはらり落ち葉。あなたの胸に届け。
きっと大丈夫、きっと大丈夫、きっと大丈夫。ありがとうございます。とか言いながら、ちょっと次は悲しい曲を歌うんですけど、いいですか？いいですか？ダメと言われても歌いますけど、悲しい曲なんですけども、僕の中ではちょっと温かいことにつながっていて、この曲を歌うといつも、悲しいんですがちょっとあったかい気持ちになるという曲です。この夏に作ったすごく大事な曲です。聴いてください。最後の坂道。
の夜は月が出てた。思わず足を止めて笑ったね。何より守りたかった。優しさは今ここにある。いつもこの胸の中に、いつもこの胸の中に。ありがとうございます。僕はミュージシャンとしてはそんなに有名ではないんですけど、道フェチとしては結構有名で、いろんな道が好きなんですけども、最初の曲歌わせてもらった曲は京都の三条通りという道があって、その道がすごく好きなんですが、その道のことを思って作った曲です。今の最後の坂道という曲は僕は坂の上に住んでるんですが、ちょっとその坂道が舞台になっていたりします。ちょっとアンケートを配ります。はい、そうですね、ちょっとアンケートを最近割とずっと配らせていただいてるんですが、今日も初めましての方がすごく多いと思うんですが、何かお話ができたらなと思ってます。ちょっと多めに作っているので、このアンケート結構毎回僕最新の作なんですけど、持ち帰りたいという方は、はい、言っていただければ差し上げます。そうそう、京都の道という話をしましたけど、このボイスさんでのライブはユーストリームで配信されてまして、今日ライブに来れなかった方も見ていただけたりとかするんですが、そうですね、僕は京都でもライブをしてまして、結構京都の友達がたくさんいたりもするんですが、今日は大事な京都の友人が来れないけど見てくれたりとかしてます。なんかそういうのもいいなと思ってるんですけど、はい、それではちょっと次の曲に行きたいと思います。1曲少しアップテンポな曲を聴いてください。クルーズ。
上げた夜空から星が一つ、二人の白い息が昇る。目に映るすべてが偽物でも、ぬくもりを手にしたらそれだけで、いつか見た夢どこまでも飛べる。傷つきながらそれでも行こう。手を広げて手をつないで行く。くだらない噂信じて行こう。つまずきながら僕らは進む。きっとどこまでも飛べる。ずっと月までも行こう。手をつないで手を広げて。ありがとうございます。新曲です。インディゴの少し先。音もなく開けてゆく窓の外見てた。並んだ膝にかかる毛布。君の温度をそっと伝える。愛空その先は微かな微かな光。やがて世界を照らすのだろう。君の手を包む朝はゆっくりゆっくりやってくるのが好きと君が言う。僕はただうなずく微笑みの来る。始まる。
ありがとうございます。次でラストの曲になります。ちょっとあまり話をせずにここまで来てしまいましたけども、ちょっといくつか告知をしたいと思います。ですね、まず CD を持ってきておりまして、後ろの方にカウンターの近くに置かせていただいてますので、よければ声をかけてください。今日歌った曲の中では1曲もありませんが、去年作った3曲をレコーディングして、3曲入り300円で販売させていただいております。僕も実はちょうど今レコーディング中で、今日歌った曲の中から何曲か、全部で次は4曲入りのものを作ろうかなと思ってます。多分1月末か2月ぐらいにできると思うので、またそれも手に取っていただけると嬉しく思います。フライヤーをお配りさせていただいてますけども、ライブ告知いくつかありまして、最近ですね、今年の6月にここボイスさんに出していただいてから、ちょっと三宮のライブが増えてるんですけども、次のライブは、次の三宮はというか、次のライブは三宮新海地って三宮ですか？違います、ごめんなさい、違います。次のライブは新海地なんですけど、明日です。明日アジアンソウルというイベントに、そのイベントの企画者ミキさんという方の企画に出していただくんですが、ちょっと今日見に来てくれてますけど、はい、初めての新海地、今までこの三宮が僕にとっては西の果てだったので、さらに果てですごく、しかも濃いところと聞いてるんですけども、あ、そうですね、失礼しました。よかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。大体そうですね、住んでいるのは宝塚なんですけども、西宮、三宮、大阪ちょっと、あと京都でライブをしてます。ライブってすごく大事な時間で、やっぱりCD を聴いていただけるのもすごく嬉しいんですけども、こうやって実際にこの瞬間にしか生まれない音を聞いていただくのが本当に幸せだなと思うので、またライブに足を運んでいただければと思います。今日はクリスマスの大事な夜にお越しいただきまして本当にありがとうございました。それでは最後の曲聴いてください。一言。
た空は広すぎて打ち寄せる波一秒ごとの痛みとぬくもりをそっと抱きしめる I know you like it, but do you feel it? You gotta get your dance on. I said, get your dance on.
こんばんは、冬木です。今日は初、
なんて言うんでしょう、初コラボ、初、はい、ギターの、太郎岡本さんです。ボイス初登場でございます。今日はせっかくなので歌ったことのない曲をたくさん集めて、ね、自分で集めたくせに結構大丈夫かなとか思いながらギリギリまで練習してたんですけど、太郎さんはもっと大変で、2日前やったからもらったね。え、うん、そうですよね。そうやったこの曲やりますってもらったから、はい、しかもキーとかも決まっていず、うん、キーもちょっとわからないので、歌の出だしの出だしのね、出だしの音が C なんですとか、出だしの音が B フラットなんですとか、そんな振りで無茶振りで今日は、ギターをしていただいている感じですが、はい、1曲目はアンリさんのバージョンでオリビアを聴きながらという曲でした。で太郎さんはカントリーなんかもよくされてるみたいだったので、カントリーな曲をと思ったんですけど、これカントリーってついてるだけですかね。いやいや、カントリーですか。よかったです、はい、これもジョン・デンバーさんっていう方の曲ですね。とても演歌じゃないですね。演歌ではない。よかったです。ね、なんですけども、はい、キーがちょっと違う男性の歌だったので、オリビア・ニュートン・ジョンの歌ってるバージョンで、カントリーロードという曲を聴いていただきたいと思うんですが、さっき歌ったオリビアを聴きながらの、オリビアっていうのはオリビア・ニュートン・ジョンさんのことで、シュタが知ってましたか。知ってますよ。それは知ってますよね。はい、っていう、何ですか、カントリーロードという曲を聴いていただくんですが、女性の方は多分サビのところを普通に歌えるので歌っていただいて、男性の方はぜひハモっていただいて、はい、急にね、急にお仕事振りましたけどよろしくお願いします。ではカントリーロードという曲を聴いてください。Country roads take me home to the place I belong, West Virginia.Me home, country roads. Oh, it's heaven, West Virginia, Brown Ridge Mountain, Shenandoah River. Life, it's all there, all that I dreams. Younger than the mountains, growing like the rain. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my man ways, gather around home, my aunt lady is took a room, walk down, dark and down street, bent on the sky, misty days of moonshine, troubles in my eyes, count your own, take me home to the place.Mama
country road. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home, country road, country road. Take me home to the place.一緒に歌っていただいてとってもあのね助かりました。めっちゃ緊張してた上にさっき目にゴミが入って今も入ってて、はい、すね、撮りたいけどみたいな感じなんですけど、あの次はですね、あのクリスマスということでクリスマスソングをいろいろ考えたんですけどもね、さっきロスちゃんがいっぱい歌ってくれて何でしたっけ、ノエル、ノエルの歌ね、すごい大好きだったんですけど、あのこうクリスマスといえばこうキラキラね、キラキラしたこう星空にとかね、クリスマスツリーにお願い事したりとかするのかなと思って、星の歌を、2つ用意しました。で、あの昨日もちょっと夜、あの夏と違って冬は空が透き通っているので、あのいろんな星が見えるんですけど、オリオン座、オリオン座ですか、なんかこんな形の点々点ってあるやつ、オリオン座ですか、ですかねですね、うん、あのすごい綺麗に見えて、あの駅の近くなのでね、駅のライトで全然見えなかったりするんですけど、やっぱり冬は綺麗に見えるので、あのね、冬は寒くて嫌いっていう人も多いですが、ぜひ冬を大好きになっていただきたくて今日は曲を用意しました。では、When You Wish Upon a Star という曲聴いてください。はい、では今度こそWhen You Wish Upon a Star、 そして、もう一曲は見上げてごらん夜の星をという曲を続けて聴いてください。あの知ってる方は一緒に口ずさんだり、ボリューム大でもいいので歌ってください。はい、では When the stars are born There is ever a gift of dawnOne of them and death, they have the power to make our dreams come true. When you wish upon a star, makes no difference.Thank you.
という曲と見上げてごらん夜の星をという曲を聴いていただきました。この間双子座流星群ですか、双子座何群です、
双子座流星群ですか。見た方いらっしゃいますか。あれ月食は見ましたけどね。月食月食もありました。月食はご覧になりましたか。あ、月食の方が人気ですか。人気なのかしら、それ。そうなんだ。たまたまですか。ね、あれよく見えましたね、月食ね。月食、綺麗でしたか。もう写真、携帯の写真でも綺麗に写る。あ、どうですか、写真とか撮ってですかね。はい、で、双子座流星群は見てない見てません。そっか。たまたまちょっと夜ね、目が覚めて、あ、そうだと思って見たんですけど、さっきも言いましたが、駅の近くでもう4時とか5時とかでも明るいんですね。駅のライトが、電気がついてるので見えるかなと思って、ベランダにバッて出たら、なんかヒュンって見えまして、やったと思って、お願い事がですねできず、ね、なんで流れ星にお願い事をすると叶うかっていうと、一瞬でしょ、一瞬のうちに願い事がポンって出る人は、それをずっと思ってるから、それをずっと思ってそれに向かってるから、叶うだと思いますね。言い切れなかった。その一瞬でもつ鍋食べたいとか言ったら、もつ鍋は、あ、もったな、もったいない、もつ鍋っていつでも食べるのに、ね、ちょっと食べたいですけど ねもつ鍋ね、あんまりそうでもないですか、ね、今日はボイスさんのおでんを、ね、食べた方とか、ね、なんで食べ物の話になりましたね。ね、すごくご飯も美味しいので、お酒を飲んでご飯も食べて帰ってください。キラキラといえば、ね、最初に出られたマヤさん、ネイルをされていて、ね、すごい、そこで見ててすごいキラって、なんかピアノの鍵盤叩くためにキラって光るので、うわ、いいなと思ったんですけど、私ネイルのシンナーに酔うっていうか、ね、ラリってしまうっていうんですか。あっちゃそれおかしかったですか今。あれは何ですか、シンナーに酔うっていうのはね、があるのであんまり乗れなくて、乗れないんですけどね、まあ、ちょっとつけ爪とかだったらね、いけるのかな ね次回ぜひキラキラの音色で来てみたいなと思います。はい、何の話でしょう まあそんな話です。お気軽に行きましょう、はい、お気軽にね、そうですね、はい、ね、あ、そうそう、それでさっき宮田さとしさん初めて聞いたんですが、すごい声がね、素敵でね、ね、ピアノ弾かれていいなと思ってふと見たら裸足で気づいた方いらっしゃいますか。裸足だったね、こう寒いのに大丈夫なのかなと、霜焼けとかね、まあ、そんなちょっと気づきもあり、曲に曲入りにくいよこれ、はい、そうです、ね、そうなんです、すごく歌ね、ちゃんと曲を聴、この曲を聴いたのが歌おうと思ってからだったので、ちょっと緊張してるのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとたくさん喋っとこうかなと思って、はい、ね、太郎さんの紹介しましょうか。あ、まあまあ、ね、まあ、適当にしててください ね、あれ、話は言ってもいいんですかね。ああ大丈夫ですよ。6月頃にですね、バンバヒロミさんってご存知ですか。いちご白書もう一度の、バンバヒロミさんとステージを、のギターで参加されたんですかね。されたということで、ね、さっき写真もちょっと見せてもらったら、めっちゃ仲良しな写真がつって、ちょっといいなみたいな。いや、これも偶然なんですけども、まあ、私がその京都の方でカントリーのバンドでトラッカーズというバンドで出てるライブハウスが、ケニーズっていう京都のケニーズっていうのがあるんですけど、
そこ のオーナーさんが長富健二さんっていう、まあ、歯医者さんで実はカントリーの、まあ、実は有名でアメリカのオープリの方にも出られたりしてる方なんですけども、その方が毎年10月の第2、の日曜日ですかね、丸山の音楽堂で、カントリードリームっていうのをやってまして、その前日がフォークのイベントがありましてね、で、まあ、それぞれ主催者が、まあ、長富先生と馬場博文さんだったんですけど、で、まあ、今年3月11日に阪神大震あごめんなさい東北の震災がありまして、そのチャリティーイベントを、まあ、2人が主催してやろうということになりまして、それが同志社の完売館のハーディホールというところでやったんですけど、出演者はいわゆるそのこのキリンズに出てるボーカリスト、レピダのボーカリストをバッと呼んで、はい、であとバンバヒロ君さんと出してということで、はい、ケニーズ京都の ね、うん、でその時のバックバンドを務めることになったというような、はい、まあ、そういうのがいきさつがあったんですけどね、はい、なんかまたね、はい、機会があるみたいなので、ま、ちょっと羨ましくて仕方がないんですけど、ね、私はギターも弾けませんしね、まあ、弾けても多分呼ばれないですけど、ね、はい、では私もこれちょっと勝手にカントリーっぽいと思って選んだんですけど、これはちょっとさすがにロックですね。ウエストコーストウエストコースト、はい、まあ、はい、カントリーも近いですけどね、ちょっと近いですか、はいはいはい、この曲もちょっとアップテンポなんですけども、イーグルスで有名な曲でこれね、歌詞がすごくチェックしてたらアメリカンだなと思って、なんかね、女性がたくさんいて、まあ、みんな捨ててまた新しい女性をナンパしに行くみたいな、まあ、そんなそんな、まあ、お気軽なんて、そんなそれをなんか気軽すぎるね、それちょっとね、ね、そんな曲です、はい、ではこれもよかったらご一緒にね、歌ってください。はい、では、Take it easy という曲です。
あ、ね。あとあのもう一曲だけ冬の歌を歌って今日はあの、ね、クリスマスの、ボイスさんライブ最後に聴いていただこうと思うんですけど、あ、そうだ、あの、来月あの新春、1月の7日にあのちょっと残念ながら太郎さんは、出ていただけないんですが、あの愛子というボーカルピアニスボーカルとピアノの、女性とあの山彦ガールズという、ユニットをやってまして、はい、あのちょっとハーモニーとかも入れたりして、カーラ・ボノフとか、はい、あ、懐かしいですか歌います。あのよかったらまた、1月7日のボイスさんにお越しいただけると嬉しいなと思います。ではあのこの曲はですね、あの、とってもあの歌詞が綺麗で、綺麗なのかな、あの私は綺麗だなと思ったんですけど、いろんな気持ちを歌ってるんですけども、一番あのグッときたのが、私がもらったあの贈り物の中で一番、素晴らしいっていうか一番素敵なあの一番のプレゼントは あなたですっていうね、 あなたに、まあ、会えたっていうのか、あなたをもらったっておかしいですかねはい、あのちょっと絡んできましたそんな歌詞がありまして、そこがとってもあのいいなと思って選びました。では、あのウィンターソングというドレームツカムツローの曲で、最後聴いていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、ギター、太郎岡本ボーカル冬木でした。どうもありがとうございました。With a story, I go far away.
ありがとうございました。ギター太郎岡本、ボーカルは冬樹でした。ありがとうございました。Yo, Teddy, you ready? Yep, yep.